この頃レートがねぶっ壊れてる人7000台の人ってなかなか当たらなくなったな。レートがね下の人が結構多いんですよね。まあ別にいいんですけど、うわ、でもやっぱさ、レートが上の人と戦って勝つのが一番楽しいよね。なんか鍵あるね。多分鍵手に入れて戻ってくるんじゃないかな。クリボーにやられたけど、キノピオその鍵をくれ。きっと次でゴールでしょう。オッケー。え、マリオ、あれ僕取ってなかった今。あら、取ったような気がするんですけど。いや、行こう。もうゴールでもいいから、もうゴールでもいいから行こう。いや、全然ゴールっぽくないね。よし、まあ、次あ、またここか。またこれ鍵探しだね。今回僕行きます。前回みんな任したからね。今回僕取りに行きます。てっぺん取ります。あ、これっぽいね。これ鍵っぽいね。多分みんなこれで僕を待ってるでしょう。みんなより早く降りればいいんですけど。待って、はまっちゃったまあね、これもう同じなんですよ、どこ行っても。ここら辺でね、バトルのはもう目に見えてるんですよね。さて、次の様子見てみようか。次なんかね、ゴールっぽくはないな。よし、だから先に行かしてもいいと思うんですよね。オッケー。熱いよ、熱い熱い熱い。あ、待って、あ、通り過ぎ。ほら、なんかさ、レート下の人多いんですよ。それだと負けた時やっぱレートめっちゃ減るんですよ。上の人がいたらね、なかなか減らないんですけど、レート僕が一番上だったらね、結構レート下がっちゃうんですよね、負けたら。なるほど、ルイージ正解だな。取っておきたかったよ、僕もファイヤーボールを。いや、危ない、これ危ないから。ちょっと待って、よし、これ最初、あ、最初戻ろう。これね、一回スタートからやり直そう。そしてアイテム取ってきます。あの鍵の先はね、多分まだゴールじゃないと思うんですよ。これ1って書いてるもんね。多分2、3があると思うから、多分アイテム取ってってもいいんじゃないかな。これボスラッシュでしょ。ほらほらほらね、あ、当たった当たった当たった。待って、動きすぎ。ちょっと待って、そのトサカ動きすぎ。これはね、端っこら辺でこうやって耐久してれば一番安牌安牌と思うんですよね。マリオ身代わりになってくれたんだね主人公らしいね、マリオ。そしてこれは、いや、危ない。次だな、これ一回戻ってもいいけど、もう一回次でアイテム取ろう、きっちり。いい、よし、でこれ上に入ろっか。まあ上入っていいよ、入っていいよ、全然入っていいよ。あ、でもアイテム取られるっぽいね、これ。誰か誰か、ナイス、マリオ、僕も出してあげる。マリオマリオ、僕も出してあげるから。自分で取った、自分で取ったねで次はこれ何だったっけ、この変なの、おたらこ唇、誰だったっけ名前ね、さすがにクッパ7人衆ちょ、レミーぐらいわかるんだけど、この子なんか忘れたね。いや、またルイージ助けてくれたね。そろそろゴールがあるっぽいな。7まであるっぽい、なんかこれ。あ、4まだあるの。ちょっと長いねこれねえ、これみんな飽きるでしょ。ちょっと早送りしますね。くっ、ちょっとクッパ7人衆きついね。一人でやったら結構楽しいかもしれないけど、ミンバトでは結構きついね。コース長いしね。さて、みんな飛び回ってるね、ここ。あんまりジャンプしたら危ないですよ。そう、そういう風になるんですよ。よし、ここあんまりジャンプしたら危ないけど、ジャンプしなきゃいけない。とい、よし、オッケー。これはこうか、オッケー。そしてこれはちょっと待ってね、やるな、キノピコ。キノピコやられればいいのに。ちょっとやられればいいんだけど、ちょっと待って、これ難しいね。よし、あ、待って、危ねえ、キノピコまだ先か。いや、うまかったもんね、先巧妙な作戦でしたよ。危な、ここ。いいね、ここでアイテムありがたい。で、ジャンプの、あ、こっちに来てください。もしかしてゴールかな。いや、待って、キノちゃん、キノちゃん待って、お金あげるから。あー、ちょ、危ねえ危ねえ。あー、よかった、ゴールできた。うわ、見てこれ、爆走コーラレース、めっちゃ楽しそうじゃないこれ。いや、楽しいよこれ絶対。もう題名が素敵もう爆走とか、もう爆走とか最高じゃん。あ、赤が良かったけど、まあいっか、青だね。まあ、マリオ青のチョッキ着てるからいいねさて、僕は青の土管です。それじゃあ爆走コーラレースやっていきましょう。これはどういうコースだい、え、どういうコースなんだろう。いや、ちょっと待って、大丈夫これ。ルイージ全く一緒じゃん、やられる場所。もう一回青に行きます。もう一回ここリベンジだね。ちゃんと次は渡っていこうね。あ、ルイージ、バカべ、コーラなくしたな。よし、で、ここで入ってっていいのかな、これ。え、
履いてていい？え、履いてて意味あるこれ？え、絶対意味ないよね、これ履いてっても。いや、いいよいいよ、今一番だよ、爆走だよ、よし、来た。ごめんよ、ルイージ。なんかルイージ甲羅に入ってるの可愛いね。またいるね、ゴールまで運ぶね。ゴールまで運ぶねなんだけど、いつもなんかあの人バトル用コースだよね。またバトル用コースいいよ、ここでもぜひ勝ちを飾っていきましょう。さて今度はキノピオか。青がいいね、青もらい、青もらい。ちょっと待って、いや青俺のだよ。いやちょっと待って、マリオ、青俺の、青俺の、よし、いやちょっと待って。いや変な喧嘩してたね、時間もったいないな。よし、いやでも負けないから、私ほら見て見て、上手くない？いやちょよし、あれ、あー、いったいったいった。でこれ左、難しいねこれ。ジャンプ、よし、ルイージうまいな。でジャンプの、オッケー、いや難しいこれ。でここなんでこんなところでつまずいてんだろう。オッケー、でこれ1個ね、1個の氷、ルイージ早いな。でジャンプ、でジャンプ、よし、ルイージに追いつこう。これはこっちか、ルイージなんかねちょっとミスってるっぽいね。オッケー、ルイージを抜きました。で今一番手でしょ、あるよこれ、ワンチャンあるよほら。これか、これか、あり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 、全然あり、今一番最初だから。よし、オッケー、よし、で花火なってるからきっと勝ちでしょ。まだあんのか、まだあんのか。ちょっと待って、よし、で下から行く、当たりたかったなちょっとね。でここ走っていこうか、これは走っていっていいよねこれ。あ、マント、マント、マントだけどこうやって行った方が早いと思うんですよね。よしよしよし。じゃあゴールは、あ、ここか、勝ったでしょ。まだまだあんの、え、あ、これ真ん中がいいよね多分、端っこ行ったら罠だよね、なんか浮き輪とか当たりそう。え、ゴールまで運んで、やった。それじゃあこれで最後のレースにしようかな。うわ、なにこれ、え、どうすればいいの。せめてあのキノコは取りたいよね。あ、どういうコースだろうこれ。右に行ったら、右に行けないか、右に行けないもんね。ちょっと、僕もアイテム取らして、出ないんだけど。なるほどね、これはこの木を掘ってって先にゴールがある感じね。ほら今右に旗見えるんですよね。え、ちょっと待って、え、見てこのマリオ、ほらずっとああやってんの。出ました、こういう害悪プレイヤーいるよね。早くしろよマリオ。早く行ってこれ、もうもうあなたの勝ちでいいですから。わ、早く行ってくれない。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。